せを見よらせん。天へと前。あそこにいるのってミドックだよな。今日はいつもより人が少ない気がするぞ。この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね。偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか？確かにいいタイミングだ。ちょうどいい。どういう意味だよ。何がいいタイミングなんだ？あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった。じゃあ早く言えよ。絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ？食人族の集会さ。食人族だって？このメルピデ要塞に？毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけどお前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいらお腹の中のものが戻ってきたようだぞ。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おいら血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。え？そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。ミロコがいないな。でも午前中に働きに行ってたやつらが戻ってきてるから聞いてみよう。俺から離れろ。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。何の話だ。忠告しておくが余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度なんかおかしいぞ。おいらたちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろおいらたちを誘導するたに演じてるんじゃないのか？ダメだ。考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかったよ。風。前何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時何か気づいたことはないか？そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしてもそれはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そのそうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ正常日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がるやつも多い。パイプ正常日って何をする日なんだ？メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば代わりに報告してやる。おいらたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ。オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ正常日についてお前はどう思う？確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ。今夜もパイプ正常日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。